はい、皆さんこんにちは、ひろです。ゆうかです。はい、今回なんですけども、皆さん久々に遊戯王の動画となりましたで、こちらがですね、皆さん注文されましたか？じゃじゃーん、海馬コーポレーションストア限定で、4月21日から5月20日までのたった1ヶ月間のみ注文することができたという、三元神の金属製のカードレリーフセットですね、になります。結構知らない方ももしかしたら多いんじゃないかなということで、このラーの翼神竜、オシリスの天空竜、オベリスクの巨神兵の神の3枚セットになっております。で、普通のカードと違って金属製のカードなので、まあもちろんちょっと見た目がね違ったりはするんですけども、初期のイラストというかで構成されてる、すごい大変貴重なものになっております。なので、しかもものすごい重いんですよ、これが。あ、そうなんだ。すごいずっしりしてて、で、僕もまだもちろん中身これまだ未開封なんで、どんなものかまだ見てないんですけども、皆さんと一緒に楽しんで見ていけたらと思います。はい。で、こちらがその受注期間1ヶ月の時に、2万円ぐらいで大体購入できたんですけども、今はもうプレネついて大体3万円ぐらいには一応なってます。高っ。はい。なんですけども、逆にすごいもしいいものだったら3万円出してでも今のうちまだ押さえとく、 Amazon とかでまだ購入できるんで、皆さんもしいいなと思われた方はぜひ手に入れていただけるチャンスかなと思いますので、はい、というわけで、じゃあ早速手元アングルに切り替えて見ていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは早速三元神レリーフセットということでね、開けていきたいと思います。はい、では行きましょうか。早速この外側ビニールでね包装されてます、もうこれで未開封じゃなくなったんでね、いいんです、それで飾るために。そりゃそうよ、1ヶ月間とか短い。いや、そうなんですよ、こちらたった1ヶ月間しか受注期間がなかったって考えると相当ね、後々貴重なものになってくるんじゃないかなと。知らんかった。そう、知らない人もね結構多いと思うんですけど、はい、こんな感じですね。じゃじゃん、重そう。はい、こんな感じで透明の外はなんかプロテクトに挟まれてて、遊戯王25周年アニバーサリー三元神のリーフセットというふうに刻印が入ってますね、では早速開けていきましょう。いや、本当に重たい。よいしょ。はい、ではこちら開けてですね、でもうそうですね、しっかりした箱にこうスポンジが一枚挟まって、じゃあもうここで多分姿を現しますね、では早速オープンしてみましょう。せーの、はい、おお、これはやばい、マジか。あの、カードの大きさではないですね、ちょっと遊戯王カードと比較するとちょっと大きめ、だいぶ大きい、だいぶ大きい、ただちょっと彫りが、めっちゃ重い。あ、本当に重たいですね、これ一個一個が。あの、本当に重い、かなりの重量です。で、浮き出ててすごっ、これ名前のところがこうやってまず浮き出てて、星もこう全部一個ずつ浮き出てて、で、もちろんオシリス自体も浮かび上がってて、で、神のとこですね、ここもちゃんと浮かび上がって、で、テキストは印刷じゃないですね、あの、彫ってありますね、一個一個、そうなんだ、ちゃんとあの、長ったらしいオシリスの効果がちゃんと書いてあります。で、背面ちょっとさすがにあのマークはないよね、そうねこれがこの絵になったのがちょっと面白かったですうん、まあでも金のオシリスの天空竜ということで、非常にかっこいいです。やばすぎる、これは。重さはどれぐらい体感？だいたい200万円分ぐらいの重さ、あの、札束で言うと200万円分ぐらいわからん、ゆうかもちょっとこれ、いや、本当に重たい。あ、だいぶ重い、だいぶ重い、見た目よりだいぶ重い、この重さはですね、そうですね、重さは、あ、スクリューダウンぐらい、そうですね、1インチのスクリューダウンとか、あ、iPad Pro ぐらい、あ、iPad Pro、うん、iPad Pro だこれ、持った感じ、重さでぐらいはあります、 iPad ぐらいあります、
いや素晴らしいですね、惜しいですよ、かっこいいな、ていうか本当にかっこいい、うん、これ1枚6地線計算なの、あ、そっか、2枚、うん、だったら、そうだね、ビヨンドザペンデュラムとかちょっと売って買うとかぐらいは入れ替え候補になる。うわ、ラーもかっこいいですよ、ほら、すごくないですか、この立体感、臨場感、かっこいいすぎるよ、何を間違えないんですけど、迫力がすごい、すごいな、これよう、これ掘ったね、一個一個手彫りみたいなんですけど、すごいな、いや、これはね、1個あたりだけ6800円ぐらいの一応価値っていう形なのかな、定価で。でも、それ以上の価値に見えます、どう見ても。なんかコストはそれ以上かかってしまうよね。これ金属でもあれもあれこれ作って、コストで言ったら本当、優香が言うと、むちゃくちゃかかってそう。いや、素晴らしいですね。うん、かっこいいかっこいい。でもやっぱそう、前ね、一緒にあるけど。いや、そう、特にこれ金属製なんで、まあ特に錆びたり朽ちたりとかね、メンテナンスさえしたらそんなに果てるもんじゃないと思うんで、これこうやってしっかり飾って、UV のケースとかに頼んで飾ったらめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか、いや、これはね、投資家の人にもおすすめしたい、やっぱ遊戯王コレクターにとってね、これと神のカード一緒にこうやって飾るっていうのはちょっと一つの、スペース作ってね、そう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 、特にオシリスの天空竜なんかはね、皆さんご存知か知らないですけど、遊戯王の人気ランキングトップ5の中の確か2位、2位、あ、2位じゃない、ごめんなさい、3位、3位に入る子なんですよ、実は。1位がブラックマジシャンガール、2位がブルーアイズホワイトドラゴン、3位がオシリスの天空竜、4位がブラックマジシャン、かな、ソルジャーとかで、5位がレッドアイズだったと思う、確か、なんかそんな感じだった気がする、レッドアイズより人気なのね、そう、だからオシリスの天空竜って、そう、実はレッドアイズよりも人気のポジションなんで、これはね、この間ことぶき屋から出たそれこそ三原子のフィギュアと一緒に飾るとかでもまあ買えますよね、そんな大きいの出たね、そうそうそう、僕も買ったんですけど、あれいや最高ですね、ね、飾るのもまた楽しみじゃね、いや本当に、これちょっと2万円台で、今だと3万円ぐらいか、高くても、1万円のカード寝かしとくよりは絶対投資家の人にもおすすめ、絶対こっちの方がいいと思います。でもちろん僕みたいにガチのコレクターの人はこれもう開けて、もうがっつり飾ってやっていただけたらもう最高ですね、これは、迫力が違います。それでは最後にこちらを飾ってですね、はい、締めたいと思いますんで、コレクションボードに移りたいと思います。はい、そしたらコレクションに新たなカードをね加えましたので、三原神ですね。では早速今回はここですね、じゃじゃーん、綺麗に収まったね、どうですか、いや、かっこいすぎでしょ、まるまる一スペースを使うっていうね、ちょっと時短にはなっちゃったんですけど、いや本当はもっと上に置きたかったっていうのは個人的に思うんですが、まあいいんじゃないでしょうか、いやかっこいいね、すごい、めっちゃ浮き出た、この迫力ですよ、他のカードたちと並べてもやっぱ一心の存在感を、ほらこう遠くでパッと見てもね、もじゃ圧倒的な存在感を醸し出してますよ、パッと見純金みたいな確かにいやこれはね安すぎるわ、2万円の価値は十分ある、本当に買ってよかったなと思います。これもね、Amazon で今定価ちょいくらぐらいで買えるんで、皆さん今のうちに押さえておくのぜひおすすめします。多分1ヶ月間の受注生産だったんで、世に出回ってる数は個人的な見解ですけどそんなに多くないと思うんで、でもマニアにとってはこれたまらない一品だと思いますんで、はい、ぜひ押さえていただけたらと思います。
はい、それでは今回こちらで動画を終わりたいと思います、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。またね。欲をかいちゃダメだね。